始まりました東京ホテイソンのオフィシャルチャンネル。よろしくお願いいたします。はい、ということで、どうしました、どうしましょう、どうしましょう。今日は ですね、はい、語らせてください。何を？名付けて正吾を育ててくれた板橋区のいいところベスト3です。なるほど、板橋ね。板橋区あるあると言いますかね。板橋区はね、やっぱりいいですね。あ、俺板橋正直その仕事が一緒で、うん、事務所の車で送ってもらう時に正吾ん家先帰ったりとかの時にちょっと通るぐらいで、うん、正直、うん、何にも感情がない板橋に関して。あ、ね、これを言うんですよ。あのね不遇なんですよ、23区で。板橋区と北区は、うん、北区と板橋区だけなんでこんなに不遇なのって思っちゃう。全然取り立たされないってことか。もう何もないって思われてるけど、そんなことないですよと。板橋区はとても素晴らしい場所ですよっての。じゃあちょっとその板橋の素晴らしさ教えてくださいよ。今日だからこれ見てる人、板橋に行きたいって思わすようにしてください。板橋区に住ませます。お、言ったよ。はい、巨大なスルモに乗ってください。バーって降りたらもう家があります。そこが板橋でいいんだよ。なんで言えねえんだよ、それが。それがなんで言えねえんだよ。出なかった。なんで出ないんだよ。そこが板橋でいいだろう。なんでそれが出ないんだよ。イージー。じゃあ、まず第3位です。第3位。はい。有名人が多い。なるほどね。これは言わせてください。確かに。もうね、板橋区ってやっぱりね、才能の街なのよ。はい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 、はい、生まれてくる人やっぱりみんな個性的で。誰がいる？トンネルズの、はいはいはい、高さんね。高さんは板橋区の、まあ、とあるところ出身なんですけども、うん、私の親父と同級生です。そう、だからそれをずっと言ってた。同級生で、まあ、クラス違うんだけど一緒の学校通ってましたし。そうね、組み立てぐらいの時にこれは言ってた、ずっと。そうだし、お笑いの街ですから板橋区は。おぎやはぎさん板橋区です。ああ、なるほどね。板橋、当時の北野高校、今でいう有徳高校ですな。それこそ板橋区の大山知ってますか？え、知らない。大山ハッピーロードって今知りませんか？あ、商店街、長い商店街があるんだけど、そこにはサンドさんが住んでましたから。なるほど、板橋住んでたって言ってたね、二人で。あの家は大山ですからね。板橋なんだ。さらにグッチ雄三さんもそうです。グッチ雄三さん、確かにすごいね。そう、すごい。さらにですよ、一国堂さん。へぇ、一国堂さん。さらにエスパー伊藤さんもそうです。あ、そう。お笑いすごいな。さらに鬼越トマホークの金ちゃんさんも板橋区です。そうか、板橋のもう上板橋でやってますよ。近いって言ってたもんね。さらにですよ、歌手もヤバいです。誰がいいの？尾崎豊。あ、そうなんだ、板橋なんだ。下赤塚の駅よく使ってました。私の最寄り駅下赤塚で、はい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 、ね、こういうタレントがいっぱい出てるっていうのはやっぱりこう地元の誇りなわけよ。あ、これは素晴らしい。確かに、やっぱり板橋区は多いんですよ。確かに。てか、お笑いの比重が結構やっぱ熱いね。強いでしょ。お笑いの街かもしれないね。そうだね、うん、ラフタウンです。なんだそうだねって。ラフタウンですよ。モグモグタイムみたいな。言えろちゃんと。なんで言えろって。これ第2位、住みやすい。あー、確かにそれはちょっとなんとなくわかるね。住みやすい、板橋区はいいところ。家族で住むに良さそうみたいな、ね、まさにそう。なるほどね。共働きで働けばいい、いいじゃない街ランキング結構上位です。そんなランキングないだろ。さらに治安の良さランキング23区中9位です。あー、確かにでもいや、でも9位は上位の方じゃない？ 23 の9ですよ。あ、そうか、低いよ。低くねえよ。100中の9ぐらいのイメージで。23区中の。言い方に騙された、俺。9です。都市開発も進み、板橋区の四つ葉っていうところでは、エニタイプができたりとか。おー、ジムね。ラーメン屋ができたりとか。だから、住むにはもってこいなんだ。さらに、気にしなくていいってのもあるね。何を？やっぱ、どうすか？あなた、杉並区とかね、世田谷区住んでたことありますな。今、世田谷ですよ。どうですか？コンビニ行くにもね、やっぱりちょっとおしゃれしなっちゃうな、下北ですから、とか。それはめちゃくちゃ思うね。板橋区は何一つそんな気にしなくていい。そんなことはないだろ。本当に。そんなことはないって、田舎でも着替えていく人は着替えていくって。板橋区はもう寛容な街なんで、うん、もうそんなこと気にしなくてもみんな何も思わない。俺がやっぱ鼻水スウェットとかで行くのも、やっぱ板橋区だからと思うんですよ。違うよ。それはお前だからだ。さらに、うん、住みやすさで言ったらやっぱあれでしょ。交通の便でしょ。まあそれは大事。めちゃくちゃ。板橋区のどの辺から行っても、日本というか世界の流行の発信基地である池袋まで10分で行きますから。
本当に。ごめんなさい、俺池袋を世界の流行発信地と思って行ったことはないね。いやいやいや、板橋区はそうです。あの池袋はあの世界の発信地です。もう本当にいろんな流行を。そう、俺そんなイメージない、ごめん申し訳ない、あの板橋の人に申し訳ないけど、池袋はもうそうですよ。原宿とかさ、渋谷とかに一本とかなら分かるよ。原宿はもう海外じゃないですか。あ、唯一の日本は池袋なの。池袋だけです。なるほどね。確かにあの板橋の人ってよく、板橋とか埼玉の人ってよく遊んでたどこって言ったら池袋って言うよ、ね、もう池袋、本当にあっち側の人って池袋に住もうとは思わないんで、やっぱりちょっとうるせえから。はいはいはい、はい、でもそこまで近くに行けるっていうのはやっぱりこの板橋の良さです。なるほどね、うん、もっといいっす、原宿とか行ってほしいけどな。いや原宿とか行ってほしいじゃん。池袋ディスんなよ。いや池袋は別にディスって、俺らのもうお城だよ、ここは池袋。池袋もいいとこだけど、そんな世界の流行発信地っていうぐらいだったら原宿とかまで行ってほしかったなっていう気持ちはあるよ、こっちとしては。難しいなぁこいつ。いや簡単だよね、俺の言ってること合ってるよね。池袋が一番いいけどな。まあでもどっちにしろ住みやすいはなんとなくわかるよ、イメージ。板橋区はやっぱりそこですね、住みやすさ。そして栄えある第1位、はい、行かせてください。はい、名所が多い。もう本当に歴史の街なんですよ、板橋区って。例えば、たけるとか神社とか好きでしょ、うん、東京大仏。東京への大仏は板橋区のもう僕の実家の近くです。さらに板橋駅にはですね、A がちょっと弱えな。いや、A 弱いって。いや、こっからでしょ、こっからでしょ。こっからです。近藤勇、新選組の、はい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 、墓地ありますからね、板橋駅。あー、なるほどね。はい、さらに、大山ハッピーロード、さっき言った、はいね、もう古き良き商店街、はいはいはい、あれも名所です、はいはいはい、あと小石川の緑道ね、石川の緑道もまた綺麗なんですよ。なるほどね。さらにですね、板橋の花火大会、これはもう俺板橋の花火大会知らないかも。板橋の花火大会すごいよ、もう大ナイアガラの滝っつって、もうビャラーっていうのがもう荒川付近でもう開催されるわけよ。なるほどね。一生に一度見た方がいいよ。確かにあの花火があるのはいいね。でしょ、うん、でさらに忘れちゃいけないのが、実はとんでもないのが1個あります。何？これラストです。東武練馬のイオンです。これ板橋区出身の人は翔吾よく言ってくれたっていうと思う。何がイオンなんてどこにでもあるじゃん。世界にあるイオンの中で一番すごい。何が？まず全部ある。それイオンどこもそうじゃん。この世にあるものが全部まずイオンにあるの。そのイオンに、まあそれがイオンじゃん、イオンだよ。まあそれがイオン、それが商業施設。うん、うん、まあそれはまあ普通のイオンだよ、うん、まず東武練馬の駅の近くにある。ああ、なるほどね、駅近なんだ。まずわざわざ歩かなくていい、うんうん、まあこれじゃあ普通のイオンだよ。もう普通、別に何も変わらない。フードコート、それも普通のイオンだよ。し、映画館、それもどこにでもいいよ。あれ、どこにでもあるじゃんって思ったでしょ。どこにでもある。絶妙に人がいない。俺、鬼滅の刃の映画全盛期200億とかってなった時に見に行こうと思って当日行ったら入れたからね。すごくないこれ。まあまあそうか、全盛期の時ってことだもんね。板橋区民はもうこの東武練馬のイオンにめっちゃ行くの。へぇー、これめっちゃすごいから、本当に。あ、そうなんだ。さらにフードコートでは結構いいもの見れますよ。何？キッズ層だったりファミリー層がいっぱいいるフードコートの中で、うん、大酒飲みながらネタ合わせしてるカナベストーンさんがいます。それはすごいね。それはいいね。フードコートそれはいいね。大酒を飲みながらネタ合わせしてるカナベストーンさんが見えます。あ、実際見たことある？俺はないんだけど、カナベストーンさんに話したら、俺たちそこでネタ合わせしてる。そうなんだ。カナベストーンさんもあそこはやばい。あ、そうなんだ。それ板橋の人間からしたらそういう感覚なんだ。とんでもないぐらいの隠れスポット、東武練馬のイオンは。やっぱり見てほしいのはやっぱあれかな、東京大仏だったり、うんうん、赤塚公園とかね、うんうんうん、いや素晴らしいんじゃないですか。はい、板橋区にぜひ引っ越してください。なるほど。したらでも引っ越されたらだって東武練馬のイオン混んじゃう、うん、いや混まない。あれね、混まない、絶対混まないんだったよ。何、なんか、え、吸い込まれてる。吸い込まれて壁に貼り付けられるのね。パッ。その間動けないの。うん、で一定時間になって人が減ったらまたバーンって出れるみたいな、そういう仕掛けがあったりなかったりって。ないだろ。イオンにそんな仕掛けない。本当にあの板橋区いいとこなんで。なるほど。あのぜひ皆さん板橋区。はい。
一回行ってみてください。はい、よろしくお願いいたします。ということで以上、東京テイズのオフィシャルチャンネルでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。おいビブラー